FLQI、e、とは、ケベック解放戦線に3位を示す落書きである。オクトーバークライシスは、1970年10月に、カナダのケベック州で発生した、ケベック解放戦線のテロリストによる2件の政府、要人拉致事件の故障。当時のカナダ首相、ピエール・トルドーが、戦時措置法を発動し、ケベック州とオタワに、カナダ軍が展開された。 ケベック州首相のロベール・ブラッサとモントリオール市長のジャン・ドラボーがカナダ政府に対して戦時措置法の発動を求めた。カナダ首相トルドーは1970年10月に戦時措置法を発動。強い力を与えられた警察は分離主義者と判断したもののすべてを保釈なしで留置した。この時、カナダ政府は ケベック解放戦線のメンバーと他の過激な分離主義者、民主主義的な手法で独立を勝ち取ろうと、啓蒙活動をしているケベック党党員などを区別することを拒否した。本危機器が集結した後、特に1973年に、ケベック党の党員リストを手に入れるために、王立家のダキバ警察職員が不法に突入した事件などに対して、 トルドー首相の指導による RCMP に関する疑惑が捜査された。1963年以降、ケベック州独立を唱える、ケベック解放戦線によって仕掛けられた爆弾テロによって6名が死亡した。特にこの爆弾の標的となったのは、裕福なアングロフォンが多く住むケベック州、ウエストマウントの郵便箱であった。1969年2月13日、 モントリオール証券取引所で最大の爆発があり、これは負傷者27名という大規模な被害が出た。ケベック解放戦線のメンバーは、軍事施設や産業施設から盗み出した数トンのダイナマイトを保有しており、自らの広報機関らニ入を通じて、さらなるテロ攻撃の予告を行い、人々に脅威を与えた。1970年までに23名の ケベック解放戦線のメンバーが逮捕、収監され、そのうち4名が殺人罪で有罪判決を受けた。1970年2月26日、パネルトラックに乗った2人組がモントリオールで逮捕された。この時彼らは、ソードオフショットガンとイスラエル領事を誘拐するという内容の声明文を持っていた。逮捕された1人は、ジャック・ランクトだった。 1970年6月、モントリオールから車で40分ほど北にあるローレンシャン高原の小さな街プレイボストで警察が民家を吸収し、火器と弾薬 136kg ものダイナマイトとその雷管アメリカ領事を誘拐するというランサムノートを発見した。このオクトーバークライシスの最中に住民の恐怖を強く煽ったのは、 強力な自由主義労働者のリーダーで、小裸に、ケベック解放戦線支持を訴えていた、マイケル・カートランドのウィーアレ、ゴーイング・ツー・ウィン・ビコーズ・ゼアレ、モア・ボーイズ・レディ・ツー・シュート・メンバーズ・オブ・パーラメント・ザン、ゼアレ・ポリスメン、という発言であった。トルドー首相の、まあ見ていろ、発言から3日後の10月16日、彼は、ケベック州首相、ロベール・ブラッサとモントリオール市長ジャンドラポーの、 要請により、戦時措置法を発行した。午前4時ちょうどにこの法律は執行され、何百人ものケベック解放戦線メンバーと、その共鳴者たちと疑われた人々が睡眠中のベッドから追い出され、そのまま拘束された。ケベック州及びカナダの他地域で行われた世論調査では、戦時措置法に対する圧倒的な支持が示された。後のケベック党党首、 ルネレベックは、当時は、それが必要な事態であったため執行に同意した、と書き残している。しかし、平時における戦時措置法の施行は、それが、警察に逮捕と捜査に関する大きな力を与えることになるため、カナダ国内において激しい議論の対象となった。同時に、ケベック州司法長官は、カナダ国防法に従って、国防軍へ軍の配備を要求した。 ケベック及び他の国内基地から兵士が派遣され、重要地点及び重要人物を守るために、ケベック州警察の指揮下に入った。これにより警察は、この危機に際して、より積極的な任務に従事することができるようになった。ケベックの外で、連邦政府は、連邦オフィスとその従業員を守るためとして、自らの権限のもとに軍を配備した。戦時措置法によって増大する。 逮捕権と軍隊の配備という組み合わせは、どこから見ても戒厳令の思考を連想させる、ものであった。重大な違いは、軍が、行政当局に対するサポート役のままであり続け、司法的な機能を演じることがなかったことである。にもかかわらず、連邦議会の芝生に駐車された戦車という光景は、多くのカナダ人を等惑させるものであった。 戦時措置法が執行されると、すべての逮捕者に対して弁護団を結成する手はずが整えられた。加えて、ケベック州のオンブズマンであったルイス・マルソーは、逮捕者からの不満を聴取するように指示された。そして、ケベック州政府は、不当に逮捕された、いかなる人物に対してもその損害を賠償する旨に、同意した。1971年2月3日、 法務大臣ジョン・ターナーは、戦時措置法により497人が逮捕され、うち435人がすでに釈放されていることを報告した。その他の62人は拘留され、うち32人は重罪犯として、ケベック州高等裁判所から保釈を拒否された。ジェームズ・クロスを誘拐した者たちは、ケベック州との対決よりも、キューバへの亡命を選び、ピエール・ラポルトを殺害した。 ケベック解放戦線メンバーは逮捕され、誘拐及び第一級殺人の罪で告発された。オクトーバークライシスは現代カナダにおける最も深刻なテロ事件とされ、そして連邦政府及び地方政府による対応については、現在も激しい論争の種となっている。しかし当時の世論がケベック州の戦時措置法施行を圧倒的に支持していたのは確かである。 新民主党のトミー・ダグラスら幾人かの批評家は、トルドー首相が市民の自由を停止するために戦時措置法を施行するのは行き過ぎであった。そして、このことが先例となること自体が危険であると考えた。ケベック解放戦線の組織の間の大きさや、一般社会における賛同者の数はわからないままであった。しかし、ケベック解放戦線は、自らのマニフェストでこう述べている。 近日中にブラッサは組織化され武装した10万人の革命的労働者たちに直面するであろう。7年に及ぶ爆弾テロとその全期間にわたって彼らがコミュニケで駆使した言葉遣いはケベック解放戦線がカナダ社会のすべての面に浸透した強力な秘密組織であるというイメージを与えようとしており、またそれに成功した。しかしそれゆえに当局は 彼らに対して断固たる措置で臨んだ。この時、カナダ政府が取った強硬な手段に肯定的なものは、政府の積極的な対応があったおかげで、1970年以降には同様なテロ事件が発生していないとの主張を続けている。その一方で、より一般的な見解として、ケベック州市民の間でこういったテロリズムは不愉快かつ、 不必要なものと理解されたからと言われている。これによってカナダからの独立を求める人々は十分に民主的なプロセスで独立が達成されるべきであり、またそうでなければならないと意識するようになった。ケベック分離主義者に対する支持は一時低下したものの、後には再び十分な支持を得るようになった。分離政策を掲げるケベック党も1976年に、 ケベック州与党となった。1982年にカナダは新憲法を採択するが、ケベック州はこれを拒み、1987年にはケベック州の地位を認めたミーチレーク合意が得られたが、これも各州の足並みが揃わず実施されなかった。ケベック州はカナダの一州であるが、その政治的地位は微妙な状態のままにある。ありがとうございます。